インゴルフ冬休みに、はい、合宿にやってきました。次はですね、はい、自然体験って言ってちょっと体験ものづくりをします、はい、なのでそちらに移動したいと思います、はい、図工図工みんなのセンスに問われるからね。やば、私図工苦手なんだな。いただこうと思います、はい、森のクラフト、そうですね、こういう、はい、すごい、やばい、頭使うね、全然思い浮かばない。木の上にいろんな木の実をつけて、グルガンでつけて作っていただきたいと思います。木の実は基本的にこのアテマの敷地の中で取れた木の実で、後で全然交換も増やしたりも減らしたりもできますので。今のところ何も頭の中にはない。どうしやったら可愛くなってくるんだ。真似したくなっちゃう。パクりたくなる、うん。でもやっぱオリジナルでいかないと。あ、思いついた。なんかとりあえず撮ってみたって。まだ何を作るか全く決まってない。とりあえずこんな感じで撮ってみましたけど、見つけていけれる。見つけたら何でも可愛い。そうなんですよ、目つけたら何でも可愛いですし、これも耳にしちゃえば何でもこう可愛い。本当だ、可愛い。すごくないですか。やっぱゴルフしてるやつにしようかな、ドリングリ。あ、それいいね。とりあえず顔をいっぱい作っていい。曲がってる。ちょっとここが固まるまで意外に。ペットできた、ペット。どれ？なんかすごいね。髪の毛を移植します。これで、やばい、もう来た。新しいポケモン作ったね。ポケモン作ったの？うん。いや、リンゴルフの新しいキャラクターなの。ちょっと、わらみたいになってしまった。入れて。バーバー。そうです。もはやわからない。私は何が作りたいの？ね、どうしよう、体に着替えた。え、何つけようかな。これ。顔作りすぎた。やべ。ねえ。やばい、カツラが。髪がなくなっちゃう。純ちゃんつけないと。今もうつけられるよ。それもう自体でできてるから。顔を作りすぎた。電車の、あー、旗がちょっとこいつ日焼けしすぎてた。やばい、これなんかどうしよう。こんぐらいにしようか。どう？
タイトルはザ・トトロこれ見てもらえば分かると思うんですけど、このね、このバス停、バス停にトトロとその子供たちがいるっていう感じにしました。これはあの大きいどんぐりの木をイメージしたんですけど、ちょっと今冬だから葉っぱが枯れちゃってますけどいいんじゃないですか。このポイントはね、このね、頭の上の葉っぱです。これ結構大事。このバス停、このコルクの裏を切ってバス停の文字にしました。だいぶいい感じだと思います。さすが美術図工5。これは、ピクミンひよこのピクミン。でこれ前から見ると全然わかんないと思うんですけど、これ実はこいつくちばし。一応これひよこを意識してるかな。で森の生としてそんな感じですこれがリサちゃん、リサちゃん、みほちゃん、じゅんちゃん、私、みんなでゴルフをしてます。これがゴルフボールで、これがリンゴルフ風、リンゴルフ風のリンゴの上に旗が立ってるんですけど、じゅんちゃんが隠してますえ、名前はみんなで森でゴルフです。はい、作品ゴルフです。見ての通り、まあ、バランス崩してるんですけどね、ちょっと上からの打ち下ろし的な見た目でございます足場悪いです。ちょっとロン毛ヘアにしようと思ったんですけど、ちょっと計算ミスでちょっと短くなっちゃったんで、まあバランス良くないからこんなんでいいかなっていう。これはまあピンです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした皆さん。あっという間に1時間以上経ってました。小さい頃の気持ちを取り戻した感じ、集中してやったね。黙々とやりますね、うん、結構あれね、出たね、それぞれの出たね、なんか感じが個性出たね、個性出た特にあの右のこちらのだいぶ個性出まくった感じじゃないでしょうかね。そうですね、すごく好きだけど、うん、やっぱやりだしたら凝ってしまったっていうで、もともとなんですけど最後の追い込み、そうね、うん、だって最後の5分、残り5分までこの火の上何も出なかったからねまだ乾いてないでね、美穂ちゃんが一番女の子っぽい、うん、じゃないっていう話でしょ。なんか色合い色だと思う。これとかさ、花とか、うん、花感がね、どうやって立たせたのこの葉っぱ、ね、グルーがねすごいよね、ここになんか立体感、うん、でリサちゃんが一番高い、はい、一番あのでかい作品、そうですね、壮大な、うん、あのトトロをかなり描いた可愛、はい、い感じね、作品になりました。バス停までありますね、うん、ちゃんと、はい、以上です。ココロちゃん、あ、私はあのあれですよ、4人作ったの。リサちゃん、私これジュンちゃん、あ、なるほど、これココロちゃんちっちゃくないちょっといやなんか、あ、でもぽいね、ぽいぽいってことにしとこうみたいな。これじゅんちゃんね、じゅんちゃんが旗持ってるの、じゅんちゃん旗持ってる、ちゃんとストーリー性がありますね、はい、さあ、じゃあご飯に行きましょう。はい、はい、お腹すきました。はい、どうぞ、いらっしゃいませ。なんか、どこのお肉使ってるのか。はい、これはですね、今日は国産牛のローストビーフでございます。はい、それと一緒に、こちらは今日はつまりポークと申しまして、はい、この地域独特の銘柄豚を使ったステーキでございます。つまりポーク、はい、それと国産牛のローストビーフという2点セットになっております。はい、ここにうどんやってくれる。そばじゃないの。そばじゃない、うどんだって。確かに、お昼のよりちょっと確かに、うどん
あ、すっごいいい匂いする。嘘、うん、はい、なんと季節の天ぷらが目の前で揚げてくれています。かぼちゃに松茸、イカ、イカにエビ、舞茸、レンコン、はい、揚げたてですね。美味しそう、カラッと揚がってます。水曜日の車も量が多いね。こんな種類の料理があって、あ、リサちゃんが食べた、これ美味しかった。小籠包ぜひ一口でいってください。肉汁がね、結構揚げ物も本当に本当めちゃくちゃ種類が豊富です。ぶつかる。すごいよ。和から洋まで様々。リサちゃん、アイスがね、はい、こんなにいっぱいありますよ。私のおすすめはバニラでした。バニラすっごい濃厚で美味しかった。バニラ、抹茶、ストロベリー、3つ食べたけど、どれも美味しかった。夜のビュッフェランチじゃないや。ビュッフェディナーでした。はい。今日ここが私たちのホテルになります。はーい、はーい、こっちでーす。お邪魔しまーす。でも床があったからいらない。おかえりなさーい。まあ、待っててくれた。なんか美穂の家に来たみたいになってるけど。無視力満載な、お部屋になってる。かわいい、かわいい。あ、すごい、すごい、ライティングされてるよ。ライトアップされてる。ライトアップ、こんな可愛いお部屋。今日はここでパーティーをします。イエーイ、パーティーでーす。パジャマパーティー、パジャマパーティー。なんとここにすごいね、ジュラピケのパジャマが置いてあります。可愛い、モコ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 とね、そうじゃないのとあるよ。いちご柄の、ちょっと気になる。2階に行ってみたい。そうだね、そうだね、2階行ってみよう。確かに。そう、レッツゴー、探検だ。やめてくれ。やだ。すごい。なるほどね。楽しい、なんか。なるほどね。かっこいい。一つ。下がる。一段下がるやつ。はい、で、お風呂は。あ、部屋ありますよ。洗面台。あ、トゥーベッド。トゥーベッド。おお。素晴らしい。可愛いね。可愛いね。てか何人泊まれるんだ。6人。でもなんかもうこの辺ももう寝れるから。そうだね。あ、ここの眺め、上からの眺め、わーお、いいな、なんか楽しい。こう、いい感じだね。はい、すごーい。じゃあみんな、はい、パジャマに着替えよう。はい、楽しもう、楽しもう。パジャマパーティー、レッツゴー、レッツゴー。全然お越しに行こうと思います。